秋篠宮ご夫妻の長女小室眞子さん30と夫の小室圭さんが14日、羽田空港から米ニューヨークに向けて出発した。二人は午前10時8分頃、空港のゲートに姿を見せた。眞子さんは髪を下ろし、パンツスタイル。小室さんはグレーの前開きタイプのアイリッシュセーターにパンツ、ブーツと、共にラフナイで立ちだった。 SP と見られる人物6、7人に警護されるように30メートルほど動く歩道を移動。報道陣からは、おめでとうございます。今のお気持ちは、と声がかけられた。二人は軽く会釈をしたが、言葉はなかった。ゲートを通過した後は、先にゲートを通っていた乗客に写真を撮られる一幕もあった。 二人を乗せたニューヨーク便は機長が報道陣に手を振った後、午前10時39分に離陸。二人は日本を去った。